フワフワフワイズ。はい、どうも、しめじです。仮面ライダーシティウォーズやっていきたいと思います。はい、前回のランキングイベント、悠久の時を超えた力とお宝ゲナによみがえるランキングバトルということで、私、ライジングタイタンは当たりませんでしたけれども、ディエンドが当たってくれたので、なんとかかんとか231位と、200位以内にはちょっと届かなかったんですけど、最後ちょっと諦めましたけど、っていうか、終わる時間間違えてましたけども、こんな感じで、まあ、ランカーガシャ必殺はちょっと諦めでしたけれども、まあ、紫の金のクーガ、こちら星5のね、無印1枚と、正義の奇跡2個、いただくことができました。ありがとうございます。はい、ジオ2のね、覚醒はしっかり取れましたので、こんな感じでジオの総合力が 29,515 かなり上がってきております。まあジオはね、多分みんな強いとは思うんですけれども、そして、新しいイベント、レイドバトルイベント、まだ私が撮ってる段階ではレイドバトル始まってないんで、ちょっとレイドボスが今回誰になるのか分かりませんけど、アナザー1号が来るのか誰が来るのかちょっと分かりませんけれども、レイドバトルイベント、ストーリー付き愛と平和と悲願のために魂が叫レイドバトルなんですけれども、まあメタルビルドくんのめっちゃ熱いじゃんと思ったんですけど違いましたね。今回の覚醒解放、こっちがね重要なんですよね、めっちゃかっこよくない？これバダーの時かね、ゴーバダーバ戦でバイクでバーッと並走して、なんかぶっちぎり抜いてさ、で先に止まって構えてんでね、でバダーが突っ込んでくるところに合わせてキックを放つっていう、あのめちゃくちゃかっこいいシーンのはずです。違ってたらごめんなさい。いやーいいなー。もう俺このカードを見た時に、あれバイクイラストまた来んのって、ビートチェイサーで来んのかと思ったんですけど、違いましたけども、こちら、俺はただ俺ができるだけの無理をしてる、それだけだよ。素晴らしいですね。こちらライジングマイティですね。ライジングマイティ私持ってないんですよね。まあタイタンも持ってないんですけど、ライジング系が持ってなくて、で今、まあ、必殺技のキック2個つけて、あとはアルティメット3個付けみたいな感じなんですけど、まあ、これにライジング入るとね、ちょっとバリエーションが増えるんで、まあ、これはもう特攻取る取らんに関わらず、まあ、必ず、6万まで行きたいとは思います。なんかね、空が推しありますよね、今ね。空が推し感ないですか？ライジングタイタン来たし、今回ライジングマイティ覚醒解放だし、コレクションガシャも来てるしね。でも今回のコレクションガシャにタイタンが入ってないんでちょっと引かないんですけど、イベントガシャ、ナイトの星 5BC とビルドの星 5BC、TRK 月を封入ってことで、先ほども言いましたけど、メタルビルドかなと思ったけども、客駅停車、急行列車、快速列車、海賊列車、バルテックブレイクの、なぜ海賊列車のハザードが、急に来たのかっていう感じありますけれども、まあなんかデータ自体はだいぶ前から入ってたみたいなことをね、言ってらっしゃる方もいらっしゃって、まあその実装の時期がずれてずれてっていう感じだったのかな、わかんないけど、こちら、BC なんですけど、ドロップ特攻、レイドバトル特攻、 TRK に TRK 特攻なんですけど、まあ正直山山さんも言ってましたけど、ビルトはなーっていうね、これ以上なーっていう感じで、これハザードにつけれんのかな、サブで。どうなんだろう。まあでも違うっちゃ違うもんね。違うもんね。海賊列車だもんね。もうわかんないな。というわけで、まあでも、やっぱりレイドバトルね、レイドダメージ特攻ないとちょっときついんで、こっちが欲しいですね。後戻りできないだと、俺はそれを望んでいる。ダークアローね、ナイトサバイブですけれども、こちらはドロップ特攻とレイドダメージ特攻のみでありますけれども、まあレンがね、いや欲しいっすサバイブね。そして、まあいろいろですね、これライジングマイティもまあラインナップされているということですね。なので、まあ、これが当たってくれたらめっちゃ嬉しい感じになりますけど、まあどうなんでしょうね。はい、で、まあこんな感じでウサギと戦車のベストマッチ、ボルテックフィニッシュ、これミッションでももうもらいましたけど、いらない。まあでもそろそろね、皆さんももうこれはいらんわもうっていうカードいっぱいになってきてるとは思うんですけどもね、まあ飛翔山もらえたりとかいう感じで、まあボスが誰かなっていうのが私ちゃんと調べきれてないだけかもしれないですけど、まだわかんないですね、この時点では。はい、でまあ石が411個なので、まあ10連ちょっと引かせていただいて、まあ当たる当たらにかからずも走りまくって、覚醒解放は取っていきたいと思います。それではガシャ引いていきましょう。でメダルガシャの方が814枚
あるので、うん、まあ、レイドバトル、本当にめっちゃ稼げますので、ドロップが稼げるんで、まあ、いろいろ集めていきたいなと思っております。正義の奇跡とかもね、集めていきたいですけども、こちら、イベント会社10連、引かせていただきたいと思います。これ、各駅停車が、各駅停車がじゃないけど、0.5% なのか。あ、ほんで、ナイトサバイブが 1% なんだ。なるほどな。そしてライジングマイティも 0.5% BC か。あとはまあこんな感じですけれども、それでは、10連会社特典付きよろしくお願いします。レイドバトルを楽に走らせてください。言い方悪いかな、どうだろう。ではいきます。せーので、はい。さあよろしくお願いします。ビルドのマークか、龍騎のマークか、クーガーのマークに光れば俺の勝ち。ここファイズで光らないし、わ、やらかした、わ、やばい、わ、青い。いやー、そうですね、ナイト来ましたね。はい。おや、ファイズはこのカイザーの必殺技のことをおっしゃっているのかな。うわこれはないでしょ。これはきついでしょ。なんでおまけもアマゾンなんだよ。そりゃ今回ボーナスライダーですけども。ねえ。うわー、やばい。やらかした。ちょっとこれは、ねえ、まあ、取れ高的にも、レイドバトル攻略的にもちょっと厳しいですので、ただ今161個でしょ。でまだイベントも始まってないんで、ライダー対戦を行くにせよ何にせよちょっと時間がないんですよね。土日月とちょっと、動画は上がります。こういう風に上がっておりますけれども、ライブの方がございません。ちょっと旅行に行っておりますので、なので、いつも日曜日の夜にやっていたゼロワンの感想会ですけれども、月曜日に帰ってくるんで、月曜日に元気だったらできるかもしれないんですけども、ちょっとぐったりしているとまたできないかもしれないので、またツイッターの方などでもね、告知させていただきますということを言った上で、161個、もう酔い越しの銭は持たねー。単発引くか、単発で当たる。では行きます。何回引けますか。6回引けんじゃん、やった。じゃあ行きます。では行きますよ。1回ガシャル、よろしくお願いします。さあもう後戻りはできない、レッツゴー。ここ、あれ、あ、ビルドだ。ビルドだ。あ、これは来るでしょ。これは来る。おい、何が来んのさ。わー、来たー。しかも星4の方ですけどね。はい、レディーゴー、ボルテックフィニッシュ、必殺技。もう先ほどいりませんよねっていう話をさせていただいたんですけども、ありがとうございます。さあ単発2回目です。せーので、ここ、どうだどうだ、何来る。おー、01 01 01 01 01、今回全然関係ない01 01、何来る。はい、ガスティスラッシュ技。さあ、あと4回引けますよ。いきますよ。せーので、ここ、ガイム、全然関係ないんだけど、ガイムさん光らないよね。光もしないということで、バロンの、これが俺の力だ、スピアービクトリーかっこバナナスカッシュ必殺技。さあ、あと3回引けます。3回引いた後にはすっからかんです。何も残らないので、ここで当てていきたい。よろしくお願いします。おお、再びビルド。いや、もうこれはもう2回目ですから絶対来るでしょ。これ光って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 って何してんの。わーわわわわわわ、スラッシュが来ました。わざー。さあ、いい感じでビルドには光ってるんですけれども、虹に光ってくれないというね。はい、ではあと2回でございます。せーの、ここ。いやー、もう、昭和も忘れんなよってね。あ、2号ですね。マンジキック必殺技。いや、ありがとうございます。マジマンジ。さあ、これラストでございます。もう、引けませんので、これで外れたら、バーンとね、動画を終わらせたいと思いますので、皆様ご視聴ありがとうございました。でも当てるけどね、ここ!4!
皆様ご視聴ありがとうございました。レイドバトルイベントね、まあ、ゆっくり走っておると思います。なかなか、ボスもきついかと思いますけども、ゆっくりやりたいと思いますので、マルチで、見かけたら、救援要請など、よろしくお願いいたします。絶対覚醒解放取るぞ。お疲れ様です。バイバイ。くそー。